シュリー。映画シュリーは1999年に公開されたカン・ジェギュ監督の作品で、アン・ソク・ギュ、シェ・ミンシク、ソン・ガンホ、キム・ユンジンが熱演した映画だ。秘密情報官特殊秘密要員であるユ・ジュンウォンは重要情報の情報提供を受けるために接戦場所に行くが、北朝鮮特殊八軍団所属の最高の狙撃手に情報提供者が狙撃される。重要な情報が国防科学技術研究所で開発した新素材液体爆弾 CTX を確保しようとすることを知って、研究所に向かうが担当研究員はすでに殺されている。囲碁特殊八軍団精鋭要員らは軍団司令部に移送中だった CTX を奪取することに成功し、CTX を追うが奇襲攻撃を受け、ユ・ジョンウォンは近くで命だけ救う。ユ・ジュンウォンは奪取犯がリビア大使館鎮圧作戦時、自分と対面したパク・ムヨンであることがわかる。また、死んだ研究者の行動調査の過程で、秘密情報観測者の主な情報が外部に秘密に漏洩しており、内部調査によるものと疑惑に包まれている。お互いがお互いを疑って CTX 行方を置いて触覚を立てると同時に彼らの間には微妙な葛藤と緊張感が漂う。到底方向を終えられない状況の中で一月前に迫った妙見との結婚は、ユ・ジュンウォンにもう一つの不幸を予告する。自分の身分を隠して名犬を扱ったユ・ジュンウォン、彼の熱い愛に涙を流す予想外の名犬の身分が明らかになる。受賞内訳としては1999年、青龍映画賞、アジア太平洋映画祭など多数の映画祭で受賞した。